博士。パーカー。ちょうどいいとこに。さあお祝いだ。お祝い？あ、待って、アームはどこです？それすごい。でもどうやって？当該内神経ネットワークだよ。神経伝達速度はなんと7秒以下だ。脳内の信号伝達速度よりも速い。義手はもう過去の産物さ。やったんだよピーター。我々はついに成し遂げたんだ。信じられない。君の神経ウェブが成功の鍵となったんだよ。あれはまだテスト前ですよ。もし何か起きたら。全て完璧だ。あ、ほら見なさい。これすごいな。うん、でもエラー発見。電圧ノイズか。すぐ直せるはず。これでどうかな。ダメか。思ったよりひどい。安定するといいけど。クソ、ノイズの連鎖だ。これは直せないかも。頼むよ。博士。ああ博士、問題があるかもしれません。どんなものにでも問題はある。だがリスクなしで成功は得られん。この異形を世界に知らしめるんだよ。博士、神経ウェブが運動ニューロンを遮断していません。抑制力とか気分とか脳の他の部分に影響するかも。もっとテストをしないと。テストは十分しただろ。今までずっと自分はでき損ないだと思っていた。だが今は違う。あなたはでき損ないなんかじゃない。でもこのままじゃ精神が侵される。博士。そうか。そうだな。大丈夫。あと一歩です。ああ、そうだな。バグを直すだけだ。ほら、行って。平気ですか？ああ。ありがとう。そう、いろいろとね。グランドセントラル駅で行われるオズボーン市長の会見を生中継でお届けします。マーティン・リーは捕まりました。私は必ず約束を守る男です。ニューヨーク市民は直に町の運命を変える決断を下すことになります。投票の際は今日のことを思い出してください。ニューヨークはより一層平和な街となったのです。嘘だ！今に目にもの見せてくれるわ。マイルズは無事かな？ピーター。いや、マイルズ。
リーのニュース聞いてどうしてるかなと思って。なあ、あそこで働くのが嫌なら全然構わないよ。一瞬やめようかと思ったよ。でも父さんの言葉を思い出したんだ。ヒーローは決して諦めたりしないって。そうだね。それが正しい行いなら。紹介したのは僕だし、無理に君を縛り付けたくなくってさ。リーがしたことと、ここのみんなは関係ないでしょ。みんなを助けたいんだ。僕がここに残れば、父さんも喜ぶはず。きっとそうだね、マイルス。僕も嬉しいよ。話し相手が欲しくなったら言って。ありがとう。行かなきゃ。オフィス用具のお使い頼まれてるんだ。またね。あ、大丈夫？なんとかね。一人でここを切り盛りするなんて無理があるよ。誰かがやらないと。少し寝る時間が減るくらい平気よ。そういえばリーさんから連絡はあったの？いいえ、マーティンはあんなことする人じゃないわ。何があったにせよ、あれはマーティンじゃない。それでMJ とはどうなの？ MJ とは、なんていうか、その、ちょっと訳ありでさ。誠実さ、それが長続きさせる秘訣よ。喧嘩したことは？そりゃもう、若い頃はしょっちゅう。それで、あの子には本当の自分を見せてるの？おい、音量上げろ、聞こえない。警察は会見で、このトラックこそがグランドセントラルの攻撃に使用された装置を運んだトラックであることを公表しました。いつまで続くの？ピーター？渡辺警部です。伝言どうぞ。ユリ、今どこ？これ聞いたら電話して。デビルズブレスが盗まれてないといいけど、頼むよ。デーモンにトラック奪われたらヤバいどころか大惨事間違いなし。